アカデミー賞、アカデミー賞、アカデミー仕様、アカデミーアワーズは、アメリカ映画の健全な発展を目的に、キャスト、スタッフを表彰し、その労と成果を称えるための映画賞。授与される、オスカー像から、単に、オスカー、オスカーズとも呼ばれる。アカデミー賞は、受賞式前年の1年間に、アメリカ国内の特定地域で公開された作品を、対象に選考され、 また、映画作業全般に関連した業績に対して授与される。前年の作品が対象となるため、第7回から2012年に開催されたアカデミー賞を2011年度などと表示することが慣例である。第1回アカデミー賞は、1927年から1928年7月31日までに公開された映画がノミネート対象となっている。なお、 テレビ中継はアメリカの放送局 ABC で放送され、日本ではワウワウで放送される。アメリカ映画の祭典という監視をつけられることが多い、ことからもわかる通り、基本はアメリカ映画を対象とした映画賞であり、作品の選考対象も1年以内にロサンゼルス地区で上映された品、詳細は後日と比較的競技である。しかし、 その知名度と世界三大映画祭よりも古い歴史を持つ賞であるためマーケットへの影響力は国際映画祭の各賞以上に大きく受賞結果が各国の興行成績に多大な影響を与える受賞すると賞の名称を刻印したオスカー像と呼ばれる金メッキの人型の彫像が贈られ賞金の類は一切付与されない毎年11月に 予備選考が行われ、翌年の1月にノミネートが発表される。その後、映画芸術科学アカデミー会員の投票が行われ、2月の最終日曜もしくは3月の第1日曜に受賞式が行われる。第89回の開催は2017年2月26日、日曜日である。アメリカでは非常に注目度の高いイベントの一つであり、 第88回のテレビ中継の視聴者数は3430万人である。スーパーボールなど NFL の一部の試合中継に、ついで、になっている。もともとアカデミー賞の受賞式は1929年に設立された映画芸術科学アカデミーの夕食会の一環として始まった。第一回は1929年5月16日にロサンゼルスにある。 ルーズベルトホテルで行われた食会の際に舞台上で3ヶ月前に受賞を通知しておいた受賞者を招待して賞を贈与した。当初はオスカー像ではなく同様のデザインを施した盾が贈られた。第1回受賞式で第7天国で女優賞を受賞したジャネット・ゲーナーによればこれからもお互いにいい仕事をして頑張りましょうという程度の ちょっとした内輪の集まりだったのよと当時の様子を振り返っている通り受賞式は5分程度で簡単に済まされていた。第2回から地元ラジオ局により実況が開始され第17回から全国放送となった。エンターテインメント色が色濃くなったのは第二次世界大戦で前線にいた兵士たちの耳を喜ばせるためだったという。テレビ中継が開始されたのは 第25回の授賞式から中継を担当したのは NBC であった。当時の視聴率は NBC 開局以来の高記録であった。現在は ABC が中継している。授賞式会場は2回目以降はアンバサダーホテルやビルトモアホテルが使用され、晩餐会形式で執り行われた。会を増すごとにスケールが拡大していき、 やがて収容人数の多い映画館で行われるようになった。第74回からは、現行のドルビーシアター、キューコダックシアターで行われている。ドルビーシアターとは10年の契約であり、現在のアカデミー会員数はすでに収容人数の5800人を超えているため、手狭になるのも時間の問題であると言われている。アカデミーアワーズは、日本、 アメリカ合衆国において商標登録されているため、これらの国では当該商標権を侵害する形での無断使用はできない。逆に日本語表記のアカデミー賞は商標登録されておらず、日本アカデミー賞やレコードアカデミー大賞など各方面でアカデミー賞の語が用いられている。ゆえに日本語表記のアカデミー賞に登録商標を示すとされる。 丸ル,ルマークをつけるのは誤りである。先行は、アメリカの映画産業従事者の団体、映画芸術科学アカデミー、アンピスの会員の無記名投票が行われ、所定の賞を授与される。アカデミー賞は、原則として、前年の1年間に、ノミネート条件、ロサンゼルス軍内の映画館で連続7日以上の期間、有料で公開された40分以上の長さの、 作品で劇場公開以前にテレビ放送、ネット配信、ビデオ発売などで公開されている作品を除くなどを満たした映画作品について扱われる。なお、劇場公開以前にテレビ放送などで公開されていないという基準については、かつて、シャル・ウィーダンスが、米国内での公開前に日本国内で日本テレビ系列で テレビ放映されたことが原因ノミネート対象から外されたことがあるなど基準が曖昧な時期があったが現在は米国外ですでに公開されている映画については映画が最初に公開されてから90日間劇場公開以外の方法で公開されていないロサンゼルスでの劇場公開の前に米国内で劇場公開以外の方法で公開されていないのに 条件を満たすことが要件とされている。また長編アニメ賞、外国語映画賞、ドキュメンタリー映画賞、短編映画賞など、賞によっては独自のノミネート条件を設けているものがある。詳細は、それぞれの賞の記事を参照のこと。投票権を持つ映画芸術科学アカデミー会員は、大部分がハリウッドの業界関係者による編成であり、新聞記者や、 映画評論家など公平な立場で判断できる分野の会員が少ないのが特徴。各賞の投票についても、例えばアカデミー監督賞であれば、ハリウッドで働く映画監督の会員がノミネート作品選定に投票するなど、賞に応じた業務に携わる会員が担当する、もっとも作品賞のノミネート及び各賞ノミネート発表後の、 本選の投票は前回が行うことができるので、最終的には各部門に携わる者以外の意向が結果に反映される。最終投票は受賞式の1週間弱前に締め切られ集計されるが、結果は厳重に封印されて大手会計事務所のプライスウーダーハウスクーパースの金庫に保管され、結果書類は当日事務所の職員2人が 受賞式会場に直接持ち込む。生中継では会場に入っていく会計事務所の職員が移されることもある。賞の授与担当プレゼンターがステージで開封するまでは外部へは一切知らされない。受賞結果について当初は報道の関係上マスコミには事前通達してあったが、1939年に風と共にサリヌが作品賞を受賞した際に、 一部新聞が主催者との協定を破って前日に抜け駆け報道をしため、翌年より前期会計事務所の管理するシステムとなり、今日に至る。アカデミー賞はハリウッドの映画関係者が選考を行うことから、各賞の選出については、アメリカの国情や世相などが色濃く反映され、必ずしも芸術性や作品の完成度の高さでは選ばれない。 例えば、カンヌ国際映画祭などの著名な国際映画祭で、大賞を受賞した作品が、アカデミー賞では、ノミネートされないことがある。ゆえに、どうしても、選出作品の足並みが揃ってしまう、他の国際映画では見られない、独特の傾向と盛り上がりを見せる、映画賞である。受賞式は、毎年2月の最終もしくは3月の第1、日曜日に、 ハリウッドのドルビーシアターで行われる。会場前を通るハリウッド大通りは、ドルビーシアターを中心に東は、カフエンガ通りから、西は、ラブア通りまで、東西計1マイル、1 6トル程度にわたり、受賞式当日午前からほぼ一日中、招待状を持つ関係者を呼び、ロサンゼルス市警察関係以外の車両は一切、通行止めとなる。特に会場へ到着する。 リムジンなどの下車場所となる、東側のハイランド通りとの交差点付近から、シアター前までの通路は、赤い絨毯で装飾されるため、一般に、レッドカーペットとも呼ばれている。出席は、招待客のみで、チケットの販売は行われておらず、それ以外の客は出席できないので、15時頃までで、あれば、先日のハイランド通りとの交差点東側まで、近寄ることはできるが、 交差点手前50メートル程度の位置で警察官によるセキュリティチェックが行われ、ナイフなど不審物を持つ者は通過が許されない。また交差点付近各方向10メートル程度の幅はフェンスに設置された黒幕で覆れており、レッドカーペット付近を最短距離で直接見ることは難しい。なお15時以降からは招待客の到着が活発化するため、 それ以上の交差点以降の立ち入り自体を一切禁止する。主演男女、助演男女の各賞のプレゼンター、賞の授与者は、基本的に前年度の受賞者が反対の性の賞、前年の主演男優賞受賞者が、翌年の主演女優賞に対して行うことが慣例となっている。支払われるギャランティはなく、あくまでも無償報酬である。第66回のクリント・イーストウッド。 第67回のスティーブン・スピルバーグ、第68回のロバート・ゼメキス、第69回のメル・ギブソン、第80回のマーティン・スコセッシュのように、近年は監督賞プレゼンターを前年度の受賞者が担当している。スピーチは45秒以内と制限されている。これは第15回に主演女優賞を受賞したグリアがアースンが自分の老いたちまで話し始めてしまい。 実に5分半もスピーチしたためである。以来、時間制限が導入されているが、第73回のジュリア・ロバーツは4分以上、第74回のハルベリーは約5分と、感激のあまり制限を無視する人もいる。第90回ではスピーチが最も短かった人に川崎のジェットスキートレークハバスシティ旅行がプレゼントされた。受賞者には、受賞名が刻印された。 オスカー像が贈られる。賞金や副賞はなく、名誉のみが与えられる。ただし、アカデミー賞効果で受賞作がヒットし、ロイヤリティ収入が増える、次回作での出演料が増える、といった形で、結果的に受賞者の収入に影響が出る場合がある。逆にノミネートされただけで賞を逃した人物には、残念賞として、日本でいうところの福袋のようなものが与えられる。 袋の中身は、服食品や旅行券、あるいは洗剤やシロップなど、その年によって異なる雑多な物品が入っており、その総額は数万ドル相当にも及ぶ。賞はいくつかの部門に分かれている。撮影賞、美術賞、当時の古賞は、室内装置賞、衣装デザイン賞は、カラーと白黒で部門分けされていた時期がある。第30回。 1957年度に一本化されたが、撮影賞は第31回、1958年度に、美術賞と衣装デザイン賞は第32回、1959年度に二分化された。第40回、1967年度からすべてが一本化された。本賞以外に表彰に値する顕著な功績のあったものに対して贈与される。 賞全般を指す。毎年必ず選出されるわけではなく、該当者が存在する場合に設定されている。これらの賞には定まった賞の名称はなく、単に特別賞として贈与されるものや名誉賞の名称で贈与されるものもある。なお、特定の条件を満たしたものは、特別賞枠内に設定された下記のような特定の賞が贈与される。 スタントコーディネーターのジャック・ギルは1991年からスタントマン賞の設立を嘆願しており、ヘレン・ミレンも設立を訴えている。2009年から厚労賞に関わる賞をガバナーズ賞としてアカデミー賞とは独立して表彰されるようになった。アカデミー賞は米映画の祭典と銘打ってはいるものの、前期ノミネート条件を満たしていれば、英語音声以外で公開される映画、 アメリカ以外の国で制作された映画を含むであっても、作品を含む本賞にノミネートされたり、あるいは受賞したりということは可能である。ただし実際には、ハリウッドの関係者が選出するというシステム上、純粋な外国映画はノミネートはされても受賞に至ったことは少ない。前期ノミネート条件を満たしていない、アメリカ国外制作の非英語作品の場合は、 各国の映画産業が映画芸術科学アカデミーに推薦する形で外国語映画賞にエントリーされる。外国語映画賞の第1回は1946年の第19回で特別賞に選出されたイタリア映画の靴磨き。もっともこの時点で外国語映画賞という賞は存在せず、前日の特別賞の一つという扱いであった。ちなみに、 靴磨きの選出理由は、敗戦国であるイタリアが、創造精神を駆使して、敗戦の逆境を跳ね返す作品を作り出したことで、あった。翌年の1947年に、この年に、アメリカ国内で公開された、最も優れた外国語映画という理由付けで、フランス映画、聖、バンさんが選出され、外国語映画賞の母体的な選考理由がここに、初めて、 単、ん、囲碁同選考基準によって、米国内で公開された優れた外国語映画が一本選出されるようになる。外国語映画賞という正式な賞として、これまでの特別賞から独立したのは1956年、同年の受賞作は、イタリア映画、同からで、同年から各国推薦の作品を5本厳選してノミネートし、うち1本に賞を授与するという、 現在のスタイルが完成した。一方、アニメーション作品など特定ジャンルの作品は、当該ジャンルの規定に沿った賞の対象となる、アニメーション作品で長編のものなど、が、作品賞を含む、他の各賞の条件も満たしていればれら各賞の選考対象にもなりうる。日本関連の受賞は太じ、ノミネートされた候補者を迎えて、ディスカッションが行われるイベント、 第86回、81、28、画像、第86回、7時、23時19分、画像1、画像2、第86回、篠原牛尾、篠原のり子夫妻のドキュメンタリー、4時40分、作品紹介、第87回、82、05、画像、第87回、17時18分、画像、第88回、68、 例語、画像、第89回、86、38、画像、第90回、4時19分、画像1、画像2、第90回、14時25分、画像。アカデミーが開催するアニメーションの祝典、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。